中で女子高生がホテル街を歩いてく。世にも醜い男を連れて女子高生がホテル街を歩いてく。そこは犬の散歩コースで当たり前のようにそんな光景を犬と僕は何食わぬ顔で口笛吹きながら通り過ぎる。女子高生はホテルに入り醜い男が後ろに続く。僕はコンビニで週刊誌を立ち読み犬は電信柱につながれて道行く人に可愛がられて犬はとても幸せそうだ。僕はうつむき唾を吐いて少女売春とつぶやいた。僕の言葉は風になって誰の心にも届かない。ああああ女子高生がホテルの窓から飛び降りてスカートまくり上げて風のように走り抜けるのを犬と僕は顔を見合わせて思った。女子高生が飛んだ。女子高生が飛んだ。女子高生が